はい、どうもみさん、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイグルメ誕生、D 払い300%還元、楽天ポイントカード、グルメマラソンということで、今回は、PayPay ペイ、ペイ D 払い、楽天ポイントに関する情報ですね。この動画では、飲食店でそれぞれの決済方法や、ポイントカードを提示するとお得になりますよ、ってことについてお伝えします。なかなか熱いサービスやキャンペーンとなってますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは 行ってみましょう。ま、早速なんですけども、こちらのページを見てほしいんですが、外食は力になるということで、まあ、ここにも出ているように、皆様に安心して外で美味しいご飯を食べる楽しさをもう一度味わっていただきたい。そして、お店や外食業界に再び活気が戻りますようにということで、外食企業と外食をサポートする企業らが一丸となって取り組む外食横断プロジェクトが、外食は力になるですと言っで、そこで今回は全国約9400店舗で特別な特典をご用意して しておりますということで、まあ、この内容を簡単に言うと、まあ、今出てるようなこういった飲食店とか、他にもこういった D 払い T ポイント PayPay ペペなどの、ま、決済会社さん、あとこういったグルメサイトとかもね、サポートして、大々的な、まあ、ちょっとしたキャンペーンみたいなものが開催されるということでございます。 で、ちょっと下の方にも出てるんですけども、開催日ですとか対象店舗は各キャンペーンごとに異なりますということで、僕の中で今回3つピックアップをしておりますので、ぜひそれぞれね、見てほしいんですけども、まずはペイペイからなんですけども、それがこちら、ペイペイボーナスがもらえる使えるグルメ予約サイト、ペイペイグルメ10月27、いよいよ誕生ということで、このサービス自体はまだ始まってないんですけども、昨日ね、ちょっと話題になっておりました。 ま、そもそもこのペイペイグルメって何ぞやと思うかと思うんですけども、ペイペイグルメはどこよりもペイペイボーナスがお得にもらえ、便利に使えるグルメ予約サービスですということですね。ま、食べログとかグルナビとかのペイペイバージョンみたいな感じですね。で、メリットとしたらペイペイボーナスがもらえたりとか、ペイペイ残高が使えたり、そしてペイペイクーポンが探したりとか、お得なキャンペーンもあったりするということでございます。 ま、今回ですね、ペイペイグルメこの10月27日に始まるということなんですけども、始まるまでの間にですね、ちょっとしたキャンペーンが今開催されておりまして、それがこの下側の今だけ SNS 登録者数の達成でクーポンが増量ということなんですけども、 例えば、ペイペイグルメの公式のツイッターがあるんですけども、そのツイッターのフォロワーさんがですね、公式ツイッターが7658人今いらっしゃるみたいなんですけども、それをですね、5万人まで増やすことで400円分のクーポンがもらうことができます。今現在もうすでに7000人を超えてるので、5000人登録の400円分のクーポンをもらえるみたいなんですけども、あと15000人、そして5万人フォロワーさんがいけば、 これだけのクーポンがもらえると。なので、個人戦定よりかは、みんなでフォロワーさん集めましょう、みたいな感じですね。で、それに関連して、LINE の友達登録、LINE アットの登録、なんか、LINE アットの方が多いですね。1万人を達成したら400円分のクーポン、そして5万人、トータルで10万人まで行けば、なんと最大400円分のね、クーポンが3枚までもらうことができるっていうことなんで、まあ、とりあえずね、このページ見つけたら、ここの友達登録をするをタップすると、LINE が開くことができますので、あとはここの追加をタップすれば、勝手に友達登録追加ができるということですので、 まあ、ぜひね、皆さんで盛り上げたら面白いと思いますんで、まあ、ラインアウト追加してみてもいいかなと思います。ちなみにツイッターなんですけども、このページのフォローするから入ると、公式のツイッターが出てきます。で、ここでフォローするようでしたら、こんな風にフォロー中という風になりますんで、ぜひね、ツイッターのフォローもしてみてください。ちなみに今回のこの PayPay グルメなんですけども、結構いいなと思った点がちょっと下の方に出ておりまして、それがですね、このよくある質問のところに出ておりまして、それがこちらですね、Yahoo! この時にもらった GoToEat ポイントや、PayPay ボーナスは PayPay グルメに利用できますかという ということではい、ご利用いただけますということで、これ正直ちょっとね、個人的にちょっと嬉しくて、というのもですね、こちら見ていただきたいんですが、僕ですね、確か去年ぐらいに参加した GoToEat のこちら1000ポイントがまだ残ってるので、もしまだ僕みたいにポイントが残ってる方はですね、結構嬉しいお知らせなのかなというふうに思います。いや、良かったです。ちょっとこのタイミングでね、紹介したいところで、紹介したいところではありますよね。そして今回はですね、公式の Twitter のフォローですとか、LINE アッの登録以外にも、オープニングキャンペーンというのも発表されておりまして、10月の 27からですね、リリース時には、ペイペイボーナス1000円分と400円分のクーポンをご用意と。熱いですよね。しかも1000円分が2種類と、全日クーポンとして400円分が2種類なんで、さらにね、これも達成すれば、かなりのクーポンがゲットできると思いますんで、まあめちゃくちゃ熱いクーポンになるかなと思います。しかもね、今出てるこういったね、かっぱ寿司だったり牛角、ステーキミア、ココスとか、まあこういったところでも使えるみたいなので、 クーポンゲットしたら召喚もかなりしやすいかなというふうに思います。続きまして D 払いなんですけども、ちょっと公式ページの公開がまだみたいなんですが、プレスリリースの記事を引用してきました。まあ、D 払いもね、先ほどお伝えした外食が力になるのを、まあキャンペーンに参加するということなんですけども、対象となる D 払い参加点において、D 払いをご利用いただいたお客様の中から、抽選でご利用金額の最大なんと300%の D ポイント期間用途限定を還元する、外食が力になる D 払いで最大300%還元キャンペーン キャンペーンを実施いたしますと。とな本キャンペーンは2021年の1 2日金曜日から2021年の12月12日日曜日までということですので、まあ、先ほどの paypay グルメ自体は10月27日からまあ、本格的にスタートするんですけども、このキャンペーン自体 D ィー払いのキャンペーンは11月12日ということですので、実施期間若干変わってきますので、ここは気をつけてください。で、今回この d 払いのキャンペーンなんですけどもまあ、抽選にはなりまして、1等が300名様にご利用金額の300%えぐええつないですね。2等は。 1000名様にご利用金額の100%、そして3等は1万名様にご利用金額の10%をそれぞれ還元いたしますということですので、まあ、ちょっと抽選にはなるんですけども、当たったらラッキーですよね。で、新定上限は1万ポイントまで、そして D ポイントの新定式は2022年の1月末予定ということですので、まあ、スタートする日程結構先なんですけども、まあ、他にキャンペーンとかが開催されてなければとりあえず D 払いしてみても個人的には面白いと思います。もう一つは楽天ポイントに関するキャンペーンなんですけども、 楽天ポイントカード行けば行くほどポイントアップ。楽天ポイントカードグルメマラソン実施ということで、マラソンという言葉好きですよね、楽天さんは。最大10機用利用で対象付与ポイント合計がなんと10倍と。さらに楽天ペアプリ、楽天エディで決済すると抽選でそれぞれ5000名のグルメマラソン倍率が倍増ということで、楽天経済圏ガチ勢の方であれば、まあまあ参加してみる価値はあるかなと思います。キャンペーン自体は少し先なんですけども、10月の22日から11月の21日まで。ちなみにキャンペーン キャンペーンペペーージなんで、すすすけけけどどもも今現在はままままだだだこういいいっっったペーージになっててんんんででででエントリが必要ぽきせの気をつけてくださいでキャンペーンの詳細なんですけども、エントリーした上で、期間中に2企業以上、2企業店ですかね、対象店舗にて楽天ポイントカード、または楽天ポイントカードアプリを提示して、1ポイント以上獲得したがまず対象ということですね。インターネットショッピングモール楽天市場の人気企画であるお買い物マラソンと同様に、期間中の対象店舗での不要ポイントの合計が、 外食利用1企業ごとにに倍倍倍倍ずつ増え最大で10倍通常ポポイインントトプラスポイントが9倍になるともう日頃からね、ネットショッピングの楽天市場のお買い物マラソン参加されている方であれば、この響きはちょっと馴染み深いものではありますよね。さらにスマホ掲載サービス楽天ペイと電マネー楽天エディで掲載すると、それぞれ抽選で5000名のグルメマラソンの倍率が倍増ししますと。ちなみにこの注意123という風にあるんですけども、まず一つ目はグルメマラソンの倍率が5倍の場合は、 アプリの当選で10倍5倍プラス5倍とこれすごいですね楽天エディも当選で15倍5倍プラス5倍プラス5倍っていうそしてお一人様あたり獲得できる得点のポイントの上限は1000ポイントまでとそして楽天ペイと楽天エディに関したら1回税込み200以上のお会計が対象ということですのでなのでそれ以下の、ね、金額になった場合はキャンペーンに参加することができないのでちょっとここは注意が必要ですね まあ今回のこのキャンペーン社は約1ヶ月なので、最大10企業利用で対象付与ポイントがすべてポイント10倍っていう風にね、条件まで到達する方はめちゃくちゃ少ないと思うんですけども、まあ普段から楽天経済群をガチで使ってるプラス外食が多い方であれば、おそらく何名かはクリアしそうな感じはしますよね。けどまぁ無理に参加する必要はないと思います。まだキャンペーンの詳細は出てないので、何とも言い難いとこではあるんですけども、キャンペーン参加加盟店一覧ということで、今このプレスリリースの画面に出てるのは、例えば ふら寿司とか吉野家とかリンガーハート銀ラコとかまあ、こういったところでマラソンをすればポイントがね倍率が上がっていくということですのでもし参加される方はですね参考にしていただければと思いますそして今お伝えしたペイペイとか D 払いとか楽天ポイントそれいった以外にも今回はですね飲食店独自の特典もありますここは結構チェックした方がいいかなと思うんですけどもそれが先ほど僕が冒頭でお伝えしたこのページのところにあるんですけどもそれがここですねご利用特典お得な特典をはじめ特別な特典をご用意しております特典の内容は pdf よりご確認ください。特典一覧はこちらということで、クリックすると、こういった pdf の画面が出てきます。そうするとですね、まあ、結構馴染み深いお店がですね、ずらりと出ております。例えば、いそま水産って多分聞いたことあると思うんですけども、ここのお店の場合は、ワンドリンク、まあ、サービスがあったりですとか、あの、定食屋さんのオート屋ですかね、オート屋の場合は、オート屋アプリで日替わりのキャンペーンクーポンが配信されたりとか、他にもかっぱ寿司の場合は、ここに出てるかっぱ寿司のアプリクーポン、まあ、こういったものももらえたりとか、あと、この花丸うどんでしたら、テイクアウト20% オフとか、あと、松屋でしたら、罰弁ポイントが20%還元。あと、他にもね、こういったリンガーハットとか <laughs>、ちょっと見ていただいたらわかるように、最高の笑顔でお迎えしますって出てるんですけども、この串カツ田中も、笑顔とかっきり増量中ということなんですが、多分ですね、まだページが更新されてないだけなのか、他のね、楽天ポイントであったりとか、D 払いとか、まあそういったところがキャンペーンするから、こんな風に書いてるのかちょっとわかんないんですけども、こういった風に、お店独自のね、こういった特別の特典っていうのがあったりもするので、まあぜひですね、外食リンガー 利用される方は事前にこのページチェックしておく方がいいいいかなという,ふうにに思いますにしても結構嬉しいですよね。こういったクーポンであったりとか、何円引きとか出てくるっていうのは。まあ、今回のこのキャンペーンでのこういったロゴがあったりとか、あとポスターとか、まあ、ステッカーというんですかね。まあ、こういったものがあるみたいですね。というですね、今日お伝えしたことを簡単に日程だけをまとめると、ざっとこんな感じでございます。PayPay グルメのサービス開始は10月の27日からスタートするんですけども、それより前に今現在は Twitter のフォローとか、 あと、友達登録とか、まあそういったキャンペーンも開催されてるので、まあフォロワーさんが増えればクーポンがもらえるらしいので、ぜひね、今回のこのタイミングでぜひ参加してみてください。で、D バラの場合は最大300%還元ということなんですけども、このキャンペーンは11月の12日から始まりまして、12月の12日まで開催中でございます。他のキャンペーンが落ち着き始めた時に参加するぐらいがいいかもしれないですね。例えばこちらの次の楽天ポイントカードのグルメマラソンですね。これがまあ直近で早く始まりそうなキャンペーンだと思いますんで、これが終わった後に D バラに参加するとかいう感じだと思いますね。 10ページそれぞれ出てませんので、サービスが始まったと同時にエントリーとか忘れずね。参加してみてください。そして、先ほどもお伝えしたように、飲食店独自のクーポンです。とか特典もありますので、ちょっと利用してみようかなっていうお店がね。そういったクーポンとか何かしら特典とかあるかどうか、全チェックした上で参加してみてください。まあ、そんなこんなで今回は paypay グルメ d 払いのキャンペーン、楽天ペイのキャンペーン、それぞれについてお伝えをさせていただきました。まあ、とりあえず今回もこの3つについてお伝えはしたんですけども、も、まあ、やっとね。ほんとここ最近緊急事態宣言も明けたので外食もね。まあより かすすすごいいしやすくななったかなと思いますんで、ちょ先ほどもお伝えしたように、それぞれのキャンペーンまだ詳細が出ておりませんので、もしエントリーが必要なものであったりとか、若干条件が変わってたりとか、そういった可能性も少なからずありそうな気もするので、まあ、しっかりとね、キャンペーン参加するときは、キャンペーンの詳細を見た上で参加をしてみてください。今回お伝えさせていただいた、それぞれのリンク、概要欄に貼っておきますんで、また詳細気になる方がいらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どう どうもありがとうございました。